どうも皆さんおはようございます。工藤です。3月14日の月曜日朝の7時42分でございます。はい、ちょっといつもよりね遅めですかね、収録ね。はい、ちょっと朝寝坊しまして、はい、目が覚めたらもう6時半過ぎてて、うん、でその後ちょっとあの布団の中でもぞもぞしながらちょっと漫画を読んだりねしてたら、あの気づいたらもう7時を過ぎてて、やばいやばいやばいと思って急いで準備してね、はい、今に至るわけです。はい、今日はねなんか寒くはないとは思うんだけど、そんなにね、うん、で雨降ってます。はい、私の住んでるエリアでは、うん、雨ね、昨日も雨降ってたんだけど、まあ暖かくなってきた証拠なのかなとは思いますけど、うん、なんかでもずっとさ冬になると雪ばっか見てたから、こう雨を久々に見るとなんか雨もいいなって思いますよね。うん、なんかちょっとこう風情があるというか、うん、私梅雨とかも、うん、別にそんな嫌いってわけでもないんですよね。うん、まあ青森県はどちらかというとそんなに梅雨が長いわけではない。あの北海道とかもなんか梅雨がないとかね、うん、言われたりしますよね。だから青森県もそんなに梅雨っていう梅雨が、ね、あるわけではないんだけど、うん、でも結構、うん、比較的雨は好きといえば好きなのかな。うん、なんだろうね、あのまあ外にね、あの仕事に出かけてる人間じゃないっていうのもあるかもしれない。外で働いたりする人間じゃないっていうのもあるかもしれないんだけど、外で働いてる人間からしたら雨勘弁してくれよって思われるかもしれないんですけど、うん、私以前沖縄で、ダイビングのね、ライセンスを取るために沖縄に行ってたことがあるんですけど、その時にねこうライセンスを取る代わりに、まあダイビングのなんていうの、それに付随する業務っていうのをちょっとやったことがあるんですけど、あれはねもうとにかく天気悪くなると最悪だね。もう雨の中もういろんな機材びしょびしょになりながら準備しなきゃいけないし、うん、もう雨降った時のあのダイビング関連のお仕事っていうのはめちゃくちゃ大変。うん、だからやっぱ雨降っちゃうと外で働いてる人からするとね嫌だなって思うかもしれないんですけど、今の私はもう完全に家の中で仕事してるんで、まあ、雨の影響をほとんど受けないんですよね。まあ、そういうのもあってやっぱり雨に対するなんか考え方というかはあんまりなんか雨かよみたいなのはあんまないですね。うん、どちらかというとこう家の中から雨が降ってるのをこうなんかなんだろう、楽しむというか、あ雨降ってるな、こう音いいなみたいな、ポツ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 みたいな、こう軒下っていうの、軒下屋根にこう当たるようなさ雨の音とか、うん、もう結構好きでね、よく YouTube とかで ASMR の音なんかがこうあったりしますけどね、雨音とかね、ああいうの結構好きですね私はね。うん、はい、まあ、そんな感じで、今日は私の住んでるエリアでは雨が降っていて、ちょっと朝からね、ああ雨かと思ってちょっと外でこうしんみりザーって、そんなにすごい豪雨ってわけじゃないんで、豪雨になるとちょっと話が違ってくるんですけど、うん、さすがにね豪雨だとザーってうるせーみたいな、何も音聞こえねーみたいな感じになっちゃうんで、うん、まあこれぐらいのこうポツポツって降ってるぐらいが風情があって私は好きかなと思います。はい、というわけで、今日は、3月14日ですね。はい、ちょっと朝ね、まあ今天気の話、雨の話しましたけど、何の話しようかなってちょっと思ってたんですけど、そうですよ、気づいたら今日ホワイトデーですよね。2月14日がバレンタインデーで、ちょうど1ヶ月後、まあ、3月14日がおそらくホワイトデーのはずですよね。ちょっと待って、合ってるよね。もう縁がなさすぎてさ、本当かって思っちゃうんだけど、ホワイトデーって今日、ホワイトデーは、あ、そうだね、うん、3月14日みたいです。はい、まあといってもといってもなんですけど、
まあ私ね、はい、先月のバレンタインの日にチョコレートをもらったりとかっていうのも特にないので、まあ何も関係ないんですけど、うん、2月14日は自分でスーパーでお得用のチョコレートを買って食ってるぐらい、まあすごく寂しいね、バレンタインを過ごしたんで、まあ、全然関係ないんですけど私、はい、そもそも今までホワイトデーで返した記憶がないんだよな。いや、バレンタインの時にも話したけど、私バレンタインのチョコレートというか、バレンタインで何か物をもらったことあるのは、その幼稚園の時か。ちょっとね、記憶自体がちょっと曖昧なんだけど、幼稚園の頃にね、なんかもらった記憶はあるんだけど、で、なんか返したんだっけな、それすら覚えてないな。うん、それ以降はもう何にも本当にホワイトデーも、あ、ホワイトデー、バレンタインデーももらったことないし、ホワイトデーも何かをあげたことっていうのもないですね。うん。ない。だから本当にね、まあ、バレンタインとかホワイトデーとかはね、全然こう関係ない人生を送ってきたんで、何も喋ることはあるわけじゃないんですけど、うん、まあ、とりあえず3月14日ホワイトデーかーということで、なんかね、お話できたらなと思って今喋ってるんですけど、ホワイトデーのお返しの意味ね、はいはいはい、確かになんかホワイトデーって何返すのがなんか なんていうのその妥当というか、妥当返せばいいのかよくわからないところあるよね。なんかなんだっけ、飴とか、あとなんだっけ、飴とか、え、ガムはあんのかな、ガムってあんのかな、あとなんだっけ、飴、ガムはちょっとわかんないけど、あ、なんだろう、とにかくお菓子だよね多分ね。なんかさ、なんだっけあれ、マシュマロなかったっけ、うん、ホワイトデーのお返しの意味一覧、もう本命女性に NG なプレゼント、おお、いっぱいあるな。ちょっと待って、あのさ、うーん、いや、まあ、いや、わかんないけどさ、なんかバレンタインはさ、そのチョコレート一択、まあ、一択って言ってもそのいろんなチョコレートの種類があるし、まあ、あると、いろいろあると思うんだけど、なんでこのホワイトデーに限ってはさ、そのお返しによって返すものによってこんなにたくさん意味がある、それってなんか意味があるのかな、そのチョコレートに対して、なんか飴なら飴でいいんじゃないのと思うんだけどね、なんでわざわざそのチョコレートに対する返答を別のそのいろんな種類のお菓子から選んでやらなきゃいけないのかなっていうふうには思ったりしますけど、うん、まあ、企業の何か策略なのかな。チョコレートを渡すっていう文化自体がそのね、日本特有じゃなかったっけ、確か、まあ、そもそもその恋人とか好きな人にも、チョコレートを渡すっていう文化自体が日本特有、海外では本当になんか親しい人に渡すみたいな、男女関係ないんじゃなかったかな。まあ、日本も今はね、バレンタインのその女子が男子に、女性が男性にあげるっていうこと自体が、まあ、その当たり前でしょっていう考え方自体はちょっとこう変わってきてて、まあ、その女子同士で渡す友チョコがまあ一時期こう出始めて、そこからこう男性が女性にあげることも特に何のね、こう違和感というか、もうなんかちょっとずつなくなってきてはいるのかなっていう感じはあるけど、やっぱ海外ではそもそもがそのなんか親しい人に渡したりとか、ね、男性から女性に渡すっていうのが普通にあるらしいので、うん、まあ国とか文化によって違うんだろうね。はい。てかホワイトデーっていう文化自体どうなんだろう。世界的にはどうなんでしょうね。うん。まあ、その辺はちょっと皆さんご自身で調べてみてください。はい。ちょっとね、ホワイトデーのお返しの意味ちょっと一覧見ていきましょうか。軽くね。意味一覧、マシュマロ、まず、え、
マシュマロって実は君のこと嫌いなんだよねっていう意味が込められているマシュマロ。あー、え、そうなの。口の中に入れるとすぐ溶けてしまいます。その程度の儚い関係なんだよっていう意味につながるからと言われている。そういうこと。あ、そうなんだ、マシュマロダメなんだ。ダメっていうか、そのえ、ってか、返す必要ある、これマシュマロ渡す必要なくないね。あ、クッキーもあったな、ね。いや、わざわざさ、そのいや、わかんない、どういう気持ちでそのくれたのかわからないけど、でも好意がなければそもそも渡さないじゃないですか、女性。まあまあ、そのなん、まあ、バレンタインでチョコレートをあげるってなった時に好意がなければね、渡さないですよね。わざわざ嫌いなやつにバレンタインチョコね、毒入りとかね、渡すことないと思うんだけど、あの、それに対するお返しとしてさ、実はお前のこと嫌いなんだよねっていう意味を込めてマシュマロ返すやついるっていう話。そもそも選択肢として入れておく、入れてある必要があるのかっていうところではあるよね。かなり性格悪いよね。だって、いや、俺お前のこと嫌いなんだよね意味を込めて、まあ、だからその、あれか、あの、気軽にマシュマロ渡すなよってことなんだろうね。お返しとしてマシュマロを選んでしまうと、まあ、別にさ、そういうの気にしない人だったらいいよ。その、くれた人もさ。別にそういう細かいの気にしなくて、単純にその人はすんごいマシュマロ大好きだったら、もう全然問題ないと思う。大事なのはやっぱり、相手のことを考えてとか、あと相手が欲しいもの、相手が好きなものをやっぱあげるのが一番だと私は思うけどね。確かにそのマシュマロにそういう意味が含まれているっていうのは、まあ、あるのかもしれないけど、その人が本当にめちゃくちゃ大マシュマロ大好きで、毎日マシュマロ食ってるような人間だったら、あの、マシュマロプレゼントしてもいいんじゃないかなとは思うかな。まあでも一言一応ね、あの、これは別にそういう意味じゃなくて、君が単純にマシュマロが好きだからプレゼントしたいんだよっていうのを言っといた方がいいかもしれない。もしかしたらそういう、なんか、なんだろう、物に込められた意味みたいなのを、なんか細かく気にする人だったら、え、こいつみたいな、こいつ、これ分かってて渡してんのかなって思われる可能性もあるから、まあそこはちょっと気をつけた方がいいかもね。はい。じゃあ次、クッキー。クッキーは、これからも友達のままでいようね。恋人の関係にしっとりとしていないので、クッキーイコール友達という連想になるのが由来。はあ、クッキーもじゃから、だから、まあ、友達でいようねっていう意味で渡すとか、チョコレートを返す、あ、チョコレートを渡すって言うんだけどね。あ、なるほど。ホワイトデーに、要はチョコレートを返す、だからバレンタインでチョコレートをもらう、でホワイトデーでチョコレートを返すっていう行為は、まあそのまま返すっていう意味だと思うんだけど、そのまま返すって意味で、あなたの気持ちは受け取れませんっていう意味になるらしい。なるほどね。で次、ハンカチ。え、そっか、別に食べ物じゃなくてもいいのかね。え、もうあなたとは別れたいんだよねっていう意味になってしまうのがハンカチ。これは何、もう付き合ってる前提でって話か。ハンカチ、別れをイメージさせるため、別れたいという意味を込められていることにつながって、そうなんだ。ハンカチはまあ良くないと、あんまりね。なるほど。香水、香水は、ズバリエッチさせてほしいなの意味になってしまうお返しが香水。直接肌に触れるだけでなく、体臭と混ざり合う相手、そのセクシャルなイメージから前述したイメージ意味につながってくる。特別な関係でない相手におしゃれで気が利いてるからとうっかり香水を送ってしまうと困ったことになりそう。関係を一歩前進したいと考えている本命の相手に送ってみてもいいかもしれない。なるほど。ああ、なるほどね。だから
相手からチョコレートもらって、それに対して自分もすごい、なんだろう、好意があって、まあ、そういう関係になりたい場合は別に渡してもいいかなという感じか。うん。だからそのさっき言ったなんか、いやあなたの気持ちは受け取れませんよみたいな、なんだろう、まあマシュマロちょっと嫌いまで言っちゃうからね、まあ友達、そのクッキーを渡すとか、そのね、いや私はあなたのことは別にそこまで好きじゃないから友達のままでいましょうっていう意味でクッキーを渡すよりは、渡すだったらいいんだけど、間違って香水渡しちゃうと、まあそういう意味を深く考えちゃう人は、え、こいつっていうか、この人私のことやっぱり好きなんだみたいなふうに思われてしまうこともあるから注意しろってことか。うん、香水ね。私香水は結構、うん、まあ匂いフェチなところがちょっとあるので、自分でも香水つけたりするしね。うん。香水結構好きだけど、誰かに送ったりしたことはないかな。うん。はい。次、マカロン。マカロンね。マカロンはね、私、めちゃくちゃ高いマカロン食ったことあるよ。まあ、クドラジでも喋ったことあるんだけど、去年の、11月26日、私の誕生日の日に、試しにその、なんだっけな。ダロワイヨだったかなのっていうね、本当の本場のフランスのなんか菓子みたいな、オペラケーキっていう、オペラの焼き菓子かな、ちっちゃいケーキなんだけど、それと一緒にね、マカロンもその店で買ったんだけど、1個マカロンでいくらだっけ、マカロン1個で200だか240円とかじゃなかったかな、1個、うん、5個だか入って1500円とかじゃなかったかな、違ったかな、確か、うん、めちゃくちゃ高いマカロンを買って、あ、5個入りじゃねえか、なんと、何個だっけな、6個だっけな、ごめんちょっと忘れたわ。うん、でも本当にね、1個200ちょっとぐらいするやつだったかな。うん、でオペラケーキに関してはもっとして300超えだった気がする。ちっちゃいんです、んげえちっちゃいんだけど、うん、でそれを買って食べた記憶がありますね。うん、でマカロンは本当にそれがほとんど初めてじゃ初めてかな。うん、だからマカロンって食べて、あ、マカロンってこんな感じなんだみたいな、うん、感じでしたね。はい。でそのマカロンは、君は僕にとって特別な存在なんだよという意味になるのがマカロン。はあ。もともとはスイーツのお店で購入する高級なお菓子。そうそうそうなんだよ。そうなんだよっていうか全然知らないけど、多分その私がこの前食べたやつは本当に高いやつ、多分安いマカロンもあると思うんだよ、もうちょっとかなり安いやつね、お得用のあるんだけど、多分私が食べたやつは本当に高いやつ、うん、だって1個200円以上するんだよあれ。一口でパクっていけちゃうしさ、食べてみたけどそこまですんげえうまいかと言われるとうーんって感じだったけどね。うん、まあそんなマカロンは特別な存在に渡すという。なるほど。好きな相手からバレンタインチョコをもらったらチャンスだと、マカロンを返せば思いが伝わるかもしれないというふうな感じらしい。だから香水はちょっとだからもう一歩進んじゃってるんで、先にね、ね、なんかさっき香水もだからね、こう好意があるときに返すのいいとかあったけど、ちょっとこう好意よりもさらにこう体のなんか関係みたいなものも OK ですよみたいなね、意味合いが込められてくるって感じか。次花。またこの感じでいくとちょっと多いな。最後は花にしようか。いや待って、なんか気になるやつだけ言ってこう。待って、花、ブレスレット、ああ、なるほどね。キャンディ、飴は、そうそう、キャンディ気になる。君のことが好きなんだという告白の意味が込められるキャンディ、口の中で長い時間甘さを楽しむことができることから、二人の長い時間を長く続けたいという意味が込められている。なるほど、キャンディは全然問題ないわけだね。うん、あ、じゃあさっきのやつ、花とか一応見ていくか。あ、軽くね、花は
い意味が込められていることはないと。ああ、そっか。花には花言葉があるから注意した方がいいっていうふうに書かれてますね。花言葉に愛の意味を持つ赤やピンク、赤やピンクのバラ、チューリップがぴったりのイメージ。花ね。花束とかももらったことないな。おお。ブレスレットは、あなたを束縛したいという意味を持つブレスレットだって。ちょっと重いらしい。重いっていうのはその気持ちがってことね。ちょっとこう、いや、好きっていう意味ではあるんだけど、ちょっと気持ちが重いっていう感じかな。お前を束縛したいんだみたいな意味が込められてるってことか。あとバームクーヘン。バームクーヘンは、幸せを重ねる、いつまでも幸せが続くという意味につながる。あ、この幸せが長く続くという、長く続くといいなという意味が込められてる。なるほど。だからすでになんかそういう関係にある人同士で渡すっていう感じかな。なるほど。あとぬいぐるみ、テディベア。ああ、なるほど。僕だと思って大切にしてねという意味になってしまう。分身的なイメージがあって、いつでもそばにいるよというメッセージで、まあ、重たく感じてしまう女性もまあいると。なるほど。で、ハンドクリーム。ああ、なるほど。ああ、なるほど。ハンドクリームはすごい気楽に渡せるらしい。本当に意味も何もなくて、まあ、女性だったら大体使うよねっていうことで、まあ、喜んでくれる人も多いだろうし、あの、送るものとしてはすごい、なんか、楽。だから何かその、特に好意とか嫌うとか意味もないんだけど、何か送るのに困ってる人はハンドクリームいいかもね。なるほど。あとキャラメル。キャラメルは君と一緒だと安心なんだという気持ちを伝える意味が込められている。はぁ。好きというよりは、好意を持っているという軽めのニュアンス。親しい間柄の女性に感謝を伝えて送るといいでしょう。なるほど。なるほどね。重いメッセージもあれば、ブレスレットとかね、テディベアみたいなのもあれば、まあ、キャラメルみたいな、少し、まあ、あんたと、まあ、友達、なんだろうね、わかんない。好意を持ってるよぐらいの感覚で渡すってことか、キャラメルね。あと、紅茶。紅茶もさっきのハンドクリームと似たようなもんかな。特にメッセージはないらしい。まあ、インテリアとか小物としても再利用ができると。ネックレス。ネックレスは君のそばにいさせてほしいな。いつもそばにいたい。ああ、なるほど。首に鎖をつけるイメージを連想させるから、独占して束縛する意味合いも込められている。まあ、さっきのブレスレットと同じってことだね。アクセサリーの、だからその腕につけたり、首につけたりするようなものは、相手を束縛したいという思いが込められてしまうと。靴下。君に心を許しているという意味をそれとなく伝えられるのが靴下。あ、でもストッキングは気をつけてくれと。ストッキング、靴下の一種だけど、ややセクシャルな面もあるアイテムだから、恋人未満の相手に送るのは NG。なるほど。ストッキングは NG。プリン。プリン。プリンも特に意味はないと。まあ、アレルギーとかが、卵とか乳製品にアレルギーがなければ、女性が好きなスイーツとして、まあ、ありという感じだね。あと、マドレーヌ。ここまで来ると分かんねえな、もう、本当に。マドレーヌ。もっと親密な関係になりたい。2枚貝の貝殻の形をしているのが由来、意味の由来。コンペイト。コンペイト、あなたのことが好きなんですという意味になるのがコンペイト。なるほどね。あのカステラ。カステラも特に意味が込められていない。なるほど。安い普通のものから高級品まであるから、あの、まあ、相手との関係性とかで選ぶといいと。カステラね。あとケーキ。
ケーキは、まあ、特に意味がない。ケーキにメッセージ性がない。ホワイトデーのお返しとして無難な品の一つだって。ラスク、意味がありそうだけど特別な意味はない。なるほど。グミ、グミは君のことを嫌いなのを分かってという意味のメッセージになるお返し。へえ。なるほどね。グミは嫌いなやつに渡すと。うん。ホワイトチョコ、僕も君のこと好きだけど清い関係でいようねという意味になるのがホワイトチョコ。いや、なんか分かんなくなってきたな、もうここまで来るとね、本当に。あと指輪、指輪、将来にわたってずっと親密でいようねという意味が込められたお返し。エンゲージリング、はあ。でもこれもなんかちょっと束縛の意味ありそうだけどね。ね、さっきのネックレスとか、ブレスレットとかね。アップルパイ、3月14日だからパイを食べようぜとダジャレにできるのがアップルパイ。あ、そうか、 3.14、数学記号のパイね。なるほど。ただ、それで盛り上がるのはちょっと男子ぐらいで、ほとんどの女性はその意味を知ったところで、なんそれみたいな感じになっちゃうから、まあ、普通に渡せばいいって感じか。フィナンシェってなんだ？フィナンシェは、特別な意味を込められていないとされるホワイトのお返し。フィナンシェという名前は金持ちを意味するフランス語。縁起のいいプレゼントとして喜んでもらえるお菓子。なるほどね。まあ、そんな感じですかね。とりあえず今私が見てるサイトでは27アイテム、商品、ちょっと見てみました。まあ、他にもいろいろあるんだろうけどね。まあ、めんどくせえよな、もうな、ここまで来ると。なんでこんなにたくさんの、中から選ばなきゃいけないんだっていう感じするけど。これっていうのがあればいいんだけどね。難しいね。まあ、だから、一番最初の方にも言いましたけど、結局はだから、相手の、まあ、欲しいものとか、相手のことを考えてプレゼントするのが一番だろうね。まあ、こういう意味があるから、いや、これを渡すんだっていうのは、ちょっと、独りよがりというか、それは自分勝手なんじゃないかなと、私は思うけどね。なんか、例えばさ、なんか、糖質制限しててとかさ、あるじゃん、そういうの、女性の場合さ。ね、でなると、なんかその甘い、本当に糖質ばっか含まれてるお菓子を渡すのはちょっとどうなのかなって私は思います。はい、そのクッキーじゃない、例えばさ、飴とか、あとマカロンとかもいいと思うんだけど、そういう意味が込められているのはね、いいと思うんだけど、まあ、そういう相手のこともね、ちゃんと考えて、まあ独りよがりな自分勝手なプレゼントにってなんか変な、プレゼントにならないように、気をつけてね、お返ししてみてください。はい、まあ、私は何度も言いますが、返す人もいないので全然関係ないんですけど、はい、とりあえずホワイトデーのお返しの意味っていうのをちょっと見てみました。はい、はい、というわけで、3月14日ホワイトデーらしいので、2月14日にチョコレート、まあ何かしらプレゼントでもいいんですけど、もらった方は、はい、お返ししてみてください。はい、というわけで、今日の朝の配信はここまでにしたいと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。